ケーリングランプリ85は1985年12月30日に立川競輪場で開催されたケーリングランプリである優勝賞金1000万円。並びは、清島尾崎山口、佐々木井上、中野、滝沢伊藤高橋。ジャン前で中野が前段にいた東京勢を叩きに出たもののジャンで尾崎の牽制を受け一瞬浮いてしまう。しかし佐々木がうまく、 車間を開けて、中野を迎え入れて、中野は4番手に。そして、九州勢の並びは、中野佐々木井上に変わる。主導権は清島、以下東京勢がそのまま握り、最終一センター付近から滝沢がまくっていくも、井上のブロックが効いて、車が進まず。そして、滝沢のめくりが不発と見るや、バックから中野がスパート。中野は四角で完全にめくりきり、 そのまま押し切って、初代ケ輪リングランプリ王者に、2着には、中野と佐々木の間をついてきた、井上、3着は佐々木だった。ミラクルシーで、立川競輪場の特集が組まれた日に、ケ輪リングランプリ85に出場した、中野光一が証言。当時競輪評論家だった、福島正幸は、月間競輪リ九1986年2月号に、掲載された。 自身のコラムの中で、ケイリングランプリ85の開催は大成功であったと絶賛している。AB 日刊スポーツ連載コラム、伝説、ケイリングランプリ列伝、ケイリングランプリ85の前場所となる寄付記念を欠場したことに起因する。 現役当時、中野は圧戦予定されている開催を欠場する際には決まって事前に申し出を行っていたが、寄付記念欠場の時にはそうした形が取られなかったため、ケイリングランプリ1985プレイバック、中野は100メートル走に出場したが、レース半ばで突然、ズルズルと交代していくシーンが番組内で放映された。ありがとうございます。